はい、こんにちは、バートマンです。今日から1ウィーク10ミニッツチャレンジやってみたいと思います。どうぞよろしくお願いします。1ウィーク10ミニッツチャレンジというのは、1週間毎日ですね、僕が10分間だけ練習します。全然できないこと、自分に できないことを10分間練習します。それで、どれぐらいの成果が出るか、ちゃんと弾けるかどうかっていうのを検証したいと思います。それで、まあ僕も言ってるじゃないですか、レッスンの中で7日間続けてくださいよと。7日間続けたら必ず脳みそが何度も寝ることによって情報を整理し、情報の伝達が上手になり、左手は動く。それともう一つ、ギターの先生とかよく言いません？毎日5分でもいいんです、10分でもいいんです、ギターを触ってくださいと。本当にじゃあ、10分でできるのかと、上手くなるのかということもですね、合わせて、チャレンジしてみたいと思います。ついでに、もうね、ちょっと情報が多いかもしれないけど、僕がもし毎日10分しかなくって、何かこう、この一つのテクニックを達成しなければいけないとき、どうするか、どの手順でやっていくかっていうのも、まあ、公開しながらやってみたいと思います。というわけで、今回はちょっとまあ画像を出しますけど、まあ書類で言うとこれですね。はい、こういうやつを、やってみたいと思います。はい、こういうやつですね。画像出しておきますね。スイープピッキングです。しかも、6弦から1弦までいってこう滑らかにずっと繰り返す系の、これやったことないです。単純にやったことないやつを選びました。これを、やっていきたいと思います。毎日起きた時、もしくは寝る前とか、とにかく毎日10分間やっていきます。よろしくお付き合いください。というわけで初日はですね、まずはね、覚えないといけないので、多分10分ということで言えば記憶だけですね。まずは記憶するということ、どういうコード進行で、なっていてとかっていう手順の前にですね、おおよそというやつですね。こういうことをね、よく考えます。先によくじっくり見ますね。最初はやっぱり記憶が必要だし、どうしてもその、引き込めるかどうかとかっていうのもすごい大事で、僕にとっては新しいチャレンジ。もう完全に新しいチャレンジです。こういうのはあんまりもう全然使わないから、全然やりません。なので、本当に嘘偽りなくやりますからね。はい。ぜひ、ご覧くださいね。これを取り掛かる前に、楽器たちをね、紹介しないと。はい。やっぱり難しいことにはこうイバニーズですよ。アイバニーズね。はい。やっぱり簡単に弾けるギターがいい。そして今回はスイープをやるので、おにぎりピックを、はい、ジョップのおにぎりピックでチャレンジしています。ん？なるほど、手強いなこれ。というわけで、引き続き楽しんでくださいね。はい、おはようございます。Day 2ということでですね朝から10分間やりました。今日はまあ記憶の定着ということで、練習しました。もう上がったり下がったり、こう片方だけやるような感じ。この C フォームみたいな、はい、この C フォームの上がっていくの難しいね。明日はもうこれを中心に、ある程度大体覚えたので流れとしては、
流れとしては大体覚えたので、あとはもう定着するまで、あと4日間、違う、あと5日間か。5日間で、定着させていきたいと思います。でも今日10分過ぎたので、今日はこれで終わりで。はい。はい、おはようございます。デイ3ということで、今日はちょっと慣れてきたのでギターを変えました。昨日は一生懸命記憶しました。記憶して、まあ、この C の形。C のこう上がってきた感じの形が、を下がっていくのは楽なんですけど。はい。これは簡単なんですけども、上がっていくのが苦手だなと。はい。苦手だなと思って、今日はそれを一生懸命練習したいと思います。あとのはね、結構音取る。あとのはね、結構できるかなと思って。できるかな。はい、できるようになってきました。ただこの C の形で上がっていくのが苦手かな。この小指のジョイントが難しいですよね。お、この C の形には、なんつったらいいのかな。アップの時は、最初にこの C の3つ、これができてしまうと、あとは、こういう形。ティーラララララってこう斜めになってる形を今度反対にこうやって倒せばいいよって感じなんですよね。こういう形とこういう形、こういう形とこういう形っていうイメージをすると結構正確性が高まるんですけど。はい。上がるときがね、やっぱね、こう斜めになってこう戻す。こう斜め、斜め、小指から始まってこうやって戻すのが難しいですね。これも3。10分経ちました。じゃあ今日はこれで。はい、というわけで、Day4 をやっていきたいと思います。Day3 までは、いわゆる C のこの、はい、形がですね、非常に難しく。しかもアップ側ね。上がってくるのは大丈夫だったんですけど。はい。上がるのも難しいですね。でも、今日もまだちょっとたどたどしいな。これを練習していきたいと思います。どういう風にこう、体を動かしてる感じかというのを、自分の中で理解しないと、やっぱうまくいかないですよね。なんていうかこう、例えばそのアップの時も、こう斜めに動いてってこう斜めに戻るみたいな、これが自然に動き出すと、いいんですけども、逆にこうやってね、こういう風に上がってこう戻す、このあーっていうのがね、脳がこう、ちょっと何、処理に成功した時なんですよね。うん。真面目に言ってるけど、ほんまかよ。お。というわけで、Day4 はこんな感じでね、また引き続き明日もやっていきたいと思います。
はい、デイ5ということで外にやってきました。気持ちいいどころか暑いですね。随分あの動きにも慣れてきて、もう一回初心に戻ってこのギターで、初心に戻ってこのギターでやります。デイ6ということで、はい、とうとうあと1日になってしまいました。本当に到達するんでしょうか。というわけで、本当はね、昨日のようにこう7日間ね、あちこちで、やればよかったなと今更ながらに思ってます。さすがにもうね、あと2日しかないとなると、家の中でしっかり、アンプを鳴らしながら、リズムをね、正確にする、こう、なんていうのかな、そこにフォーカスする方に移っていかないと間に合わないですね。というわけで、今までのことをちょっとまとめて話しておきますと、まずは1日目はもうとにかく読む。ね、とにかく、理解する。何を今からやるのか。それによって、まあ、楽器を選んだり、練習手順を考えたりするのがもう1日目ですよね。で、二日目というのは、あの、もう、早速取り掛かり、苦手箇所を洗い出します。それで、二日目、三日目、四日目で、今度は慣れるという手段に移ってきました。それで、五日目あたりから、全体を通しての繰り返し練習というふうにやってきました。というわけで、これから6、7日目というのはですね、これをブラッシュアップしていく作業に変わっていきますね。リズムをちゃんと弾けているか、手順を間違えないように弾けるか、いい音で弾けるかとか、もちろん最初は、このおにぎりピックを使ってましたが、さらにこうスピードを上げるにはこのピックがいいかどうか、もちろんおにぎりのままがいいか、そういうことも含めて機材、ギター、ね、音色、考えていきたいと思います。それで今までは、極悪に歪ませる状況を作ってきましたが、今日ぐらいからはリズムをちょっと安定させたいので、クリーントーンでやっていきましょう。クリーントーンで、そうするとやっぱりミストーンが見つかるので、ミストーンの部分を、理由を洗い出して、改善していくということをね、やっていかなきゃダメですね。それで、まあ、この手順は最後が A7 になってるんですが、G7 の方が繰り返せるなと思って、1回目は G7 に行って、最後は A7 に行こうかななんて思ってます。Am, E, F, C, D, G ということでね。というわけで10分間やっていきたいと思います。それでは最終日、お楽しみにしていてください。おすすめ動画はこちらとこちらになっております。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。